のろしの味の変化を楽しみたいのであれば、私は25ミリの方がおすすめですね。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、電波チャンネルの電波と申します。今日はね、ケムリプロダクトっていうね、国内のなんて言えばいいんですね、ドリップチップ屋さん、キャップ屋さんがケネディ用のトップキャップを作りましたっていうのでね、まあちょい前ぐらいからね作られてたんですけど、今回ね黒が出たんでそれを買いました。のろしキャップっていう名前ですね。24と25ミリ、あと22ミリもあるんですけど、今回ね、24と25を買ったので、まあ、それのレビューをしていこうかなと思います。24と25の違いはほとんどないので、まあまあ、形状で言ったら、まあ25の方を使ってみますか。これ、まあ、ドリップチップはこれ、純正のケネディのやつなんですけど、このキャップだけですね。まあ、ケネディっていうね、刻印がなくなって、ここになんか、放熱フィーみたいなのがついてますね。でね、ケネディっていうね、文字自体はね、入ってないんですよ。これは純正のキャップなんですけど。で、それでね、背が低いんですよね。ここの、なんだろう、テーパー分低いというか、ちょっと背が低くなってます。で、キャップの裏がだいぶ違くって、まあ、ケネディって、まあ、いつも通りのこの、ちょっと R がついてるよ。角を丸めましたよぐらいのあれなんですけど、ね、こっちに関しては、このね、薄いところは、そのデッキの外側、ここのオーリングがあるところに入る。で、デッキの、コットンとかコイルがいるところに関しては、肉厚にして、中の容積を減らしてるみたいな、そんな考え方ですね。で、減らしてるのと、あとはここのね、多分、ね、角 R がね、多分ね、同じかちょっと大きいぐらいなんですけど、この内側の内径を絞ったことによって、なんかちょっとね、テーパー形状というか、R 形状が、ミストの流れに作用していくところにいるのかなっていう感じはしますね。で、まあ、24ミリも基本的な考え方は同じですね。で、やっぱり、ね、24の方がおそらく内径は絞ってあるって感じですね。もうこれ見る限りね。で、素材は、真鍮、まあ、カッププラスですね。まあ、なんで、ね、黒って、そもそも SS なんですよね。ケネディの純正のやつって。なんで、私はね、ここはね、SS のがいいなって思いました。まあ、要は汚れというかね、緑色が出てこないじゃないですか、SS って。そういう意味では、なんか綺麗に使えるから、俺は SS の方が良かったなって思うんですけど、まあ多分ね、SS の方が柔らかいので、加工しやすいんだと思います。で、こうやって見るとね、多分微妙にわかると思うんですけど、この裏側から見て、黒い塗料が、ここね、見えるんですよね。で、こっちはね、見えないんですよ。この底面のとこがね。これなんでかっていうと、キャップの底のところのがね、なんかね、角取ってあるんですよね。角取ってあって、ここはね、微妙に斜めになってるんですよ。純正のケネディの方はね、多分ね、角取ってないんですよ。で、こっちはね、シーメントリされてるので、だから、この、ね、底から見るとね、ここはね、黒い輪っかが見えるんですよ。こっち黒い輪っか見えないので、じゃあそれ、じゃあそれって何が起きるの？意味あんの？そんなこと話して。って思うんですけど、まあ、純正のキャップがこんな感じですね。こんな感じですね。かっこいいですね。で、のろしをつけると、わかりますかね？ここのラインが太く見えるんですよ。もう一回見ます？多分これでわかったと思うんですけど、このラインが太く見えるんですよね。で、純正のケネディだと、まあ、こことここのラインの太さっていうのが、まあ、大体同じになるようになってるんですよね。まあ、こっちはモッド依存なんで、完璧に同じかっていうとそうではないんですけど、まあ、似たような、ね、色味になるんですけど、こっちはね、明らかに上の方がね、太く見えるんですよね。まあ、要はここシーメントリされてるんで、その分太く見えるんですよ。なんで、これ浮いてねって一瞬思っちゃったんですよね。あれこれなんか内側の、段のところとデッキのところが当たって隙ができてね、みたいな、ちょっと思ったんですけど、ここはシーメントリされてるんで、もうこういうもんですっていう風な感じですね。24ミリも全く同じですね。24ミリも、これで、
ちゃんとついてます。これでちゃんとついてます。で、純正の方がこんな感じですね。あのだいぶ違うんですよ。下側は、そのモッドに依存するので、変な話、ケネディのモッドを使わなきゃいい話なんですよね。まあそこはね、まあそれがいいか悪いかっていうのは、人によると思うので、まあそこは各自で判断ですけど、私はこうやって使うことが非常に多いので、このシーメントリはない方がシュッとするなっていうふうに思います。これラウンドハウスなんですけど、線が 1,2,3 本で出るじゃないですか。で、しかもドストレートだから、ここのラインってすごい目立つんですよね。なんかそういうふうに考えると、ここのラインが 1,2,3 で、あんまりね、色差がない方がかっこいいなって思います。ただ、この呪しをつけてかっこよくなるところって、やっぱり背の低さにあると思うんですよ。こんな感じですね。だいぶね、背が低くなるんですよ。キャップがだいたいこの感じじゃないですか。よいしょ。キャップがこのぐらい背が違うので、なんかね、ケネディのなんかトップキャップって、なんか、ちょっとやぼったさあるじゃないですか。ちょっと長いなって。個人的にはちょっと思うんですよ。まあこんな感じですよね。だいぶね短く見えるんですよ。でしかも 24mm だと25mm と比較するとやっぱねかなり細く感じるので、細く短くできるとすごいねシュッとしてスタイリッシュになるなって思います、見た目上ね。まあこっちも似たような感じで、まあこうなっててこんな感じですよ。ちょっとね、シュッと見えるんですよね。まあ、見た目の話はこんぐらいにしときますか。じゃあ実際に、吸い比べてみようと思います。今日のセッティングは、カンタル22ゲージを、内径 3.5 で6巻きしてます。だいたいどっちも 0.18 オームでした。リキッドは、はい、タミヤのシナロールを吸います。はい、リキッドを入れてきました。まず 25mm を、いつものキャップと、いつもの純正キャップですね。と、のろし。まあ、で、その後24の、いつものやつと、のろしで吸っていこうと思います。ドリップチップは全部ケネディ純正の樹脂のやつですね。ちょっとデザインとか色とかは違うんですけど、まあ、樹脂でケネディのやつで統一してます。じゃあ、まず最初に、まあ、25mm で、普通のキャップ。じゃあ次、のろしで吸います。明確に、ミストの温度と、そのミストの、なんだろうね、スカスカしてるところって言えばいいんですかね。ちょっとね、口の中に入ってくるミストが無駄なとこに行ってないよね。っていうのが分かりますね。こっちはね、確かに、結構余裕のある味って私表現するんですけど、要は、どぎつい濃さではないんですよ。ちょっとここで上っ側で冷やされて、みたいな、そういうちょっとね、ふわっとした味わいがあるんですけど、こっちはね、どっちかというとね、なんかね、24ミリに近いかもしれないですね。ミストの温度がちょっと高くなるんですけど、その分ね、なんだろう、味の濃いところがズドンと増えて、で、なんか、なんだろうね。ここぶっちゃけこの味いらないよね、みたいな。ちょっとふわっとしたところがだいぶそぎ落とされてるみたいな感じですね。私は多分のろしの方が好きですね。25に関しては。じゃあ24を吸います。24の、じゃあ普通の純正の方を吸っていきます。じゃあ、のろしの方を吸っていきます。24はね、なんだろうね、ミストの温度が変わるぐらいかな。確かにふわっとしたところがちょっとそぎ落とされてる感はあるんですけど、25mm ほど違いは感じないですね。なんかね、ミストの温度が高くなるが多分
大部分を占めてますね、変化点として。なんか25ミリは多分ね、24じゃねえのっていうぐらい変わってくるんですけど、24に関してはミスト温度がちょっと高くなるぐらいかなっていう感じはします。なんか24が22になるとかそういうことではないですね。でなんかビルドも感覚変えるあれでもないなって思うんですよ。まあこれは25にも言えるんですけど、まあ味は変わるよねは間違いないです。でただそのじゃあケネディの味じゃなくなるのかっていうとそうでもない。ちゃんとケネディの味はしてる。でじゃあビルドの設定を変えるほど変わるのかっていうとそこはそうでもないですね。一巻き足そうとかそういうことにはならないですね。ちょっとミスト温度が高くなるんですけど、なんか暑くて吸えねえよとかそういうレベルではないので、私としてはなんか2つの味のバリエーション期だねみたいな、そんな感じはしますね。まあリックドムかドムトローペンかみたいな、なんか そんぐらいの違いですね。なんか方向性はちょびっと違うんだけど、まあもともとは出自は同じだよねっていう風な味はしますね。ね、まとめると見た目はねだいぶねスタイリッシュになる。で味もそこそこ変わる。で味の変わり方は、まあ、25も24も基本はミストの温度が高くなります。ミストの温度が高くなります。でミストの温度が高くなると要は甘みを感じやすくなるんですよね。甘みを感じやすくなるっていうところと、あとはふわっとしたちょっとミストの温度が冷えてる、なんかちょっと周りちょっと寄り道してきましたよみたいなエアも削ぎ落とされてはいるんですよね。それは25ミリがかなり顕著でした。25に関しては結構味変わります。で私は変わった味の方が好きです。で24に関してはそこの削ぎ落とされ感っていうのは正直、まあ、わかるんだけどそこまでかっていうぐらいですね。なんでのろしの味の変化を楽しみたいのであれば私は25ミリの方がおすすめですね。でまあ見た目に関しては私ねこれはね24の方が見た目が大きく変わるので、そっちの方が見た目に関しては私24の方が見た目好きなんですよ。これとこれでだいぶ印象が変わるので、見た目に関しては背が低くなるっていうところに対してダイレクトに効くのは24の方だなっていうふうに思いました。うん、そうですね。で、まあ良かった点としてはそれですね。その2つですね。で、ちょっといまいちだったのが、まあキャップとそのね、デッキの間のラインが、やっぱりね、ちょっとね、太くなるんですよ。いつものアトマイザーより。そこはね、なんか、なんなんだろうね。なんか手切れ感とかにつながっちゃうのかな。基本的になんかこれとね、ここに関しては同じ構造で良かったんじゃないかって思うんですけど、なんか事情があったんですかね。素材がね、ブラスなんで、やっぱり汚くなっちゃうんですよ。どうしても。どんだけ綺麗に使ってても。ここに関しては、個人的にはちょっと値段高くなってもいいから、SS の方が良かったですね。ね、キャップはだって通電効率関係ないじゃないですか。本当に見た目とね、利便性の話だから、それで言うと私はね、SS の方が良かったなって思いますね。はい、以上になります。ありがとうございました。